ふん。何を見ている？これは鉄アレイといってな、用心棒たるもの日々鍛錬あるのみだ。ドルシネア様をお守りするため少しでも強くあらねば。ところで、ある記念日が近いのだ。その日にあの方へ贈り物をしたい。日々の感謝の気持ちを伝えたいのだ。だが何を贈ればドルシネア様は喜ぶだろうか。きらびやかな服、それとも希少な宝石。私には鉄より重い難題だ。ドルシネア様をよく知る方から助言をもらえないものか。この間ね、ドルシネアが来て子供たちに歌を聴かせてくれたの。それから一緒に町の復興を手伝ってくれてね。いろいろあったけど、あの子に感謝してるわ。ドルシネアなりにいろいろ考えてくれたんだろう。その心遣いが何よりの贈り物だったよ。私たちはね、結婚記念日にお互いに贈り物をするの。何、大したものは贈れんがな。この人ね、記念日が近づくとうんうんうなりながら頭抱えるの。そうやって一生懸命考えてくれることが一番嬉しい。贈り物は心だから。ばあさんベロニカさんも一生懸命考えているのでしょう。それならきっと素敵な贈り物を贈れるわ。
なんと贈り物の話を聞いてきてくれたのか。なるほど、贈り物は心か。礼を言う。おかげで贈り物が決まった。ドルシネア様への気持ちなら誰にも負けはしない。寝る間も惜しみ考えたが、やはり他に思いつかなかった。贈り物は鉄アレイだ。これしかない。ドルシネア様の美しさの秘訣は心と体の強さ。これで鍛えていただき、長く美しくあってほしいのだ。なぜ怪訝な顔をしている。まあいい、早速ドルシネア様へ渡しに行こう。ベロニカ、今日はお仕事じゃなくてよ。はい、ドルシネア様、今日は日頃の感謝を込め贈り物を用意しました。まあ、何かしら。これを。これは。していただけましたか。なんて素敵な贈り物なの。このずっしりとした重み、鋼鉄のような深くまばゆい輝き、スターの私にふさわしいわ。さすがベロニカね。こんなに喜んでいただけるなんて、恐悦至極にございます。そういえば、ベロニカ、今日は私たちが出会った日でしたわね。はい、私は生まれつき体格に恵まれ、格闘技では大人相手でも敵なしでした。日々さらなる強さを目指して、体の鍛え方ばかり覚えて、時には女らしくあれと強制され、道を見失ったこともありました。しかし偶然見た舞台の後、ドルシネア様は言ってくださいました。人には誰だって自分なりの輝きがある。あなたはあなたのままでいいのよ、と。その言葉にどれほど救われたか。ドルシネア様、いつまでもお供させてください。救われているのはお互い様よ。これからもよろしくね、ベロニカ。この贈り物、大切にしますわ。さぞ重厚な音が出るのでしょうね。お、音でございますか。素敵な打楽器じゃない。棒で叩いて鳴らすのでしょう。早速次の舞台の伴奏に加えましょう。さあ、準備に取り掛かるわよ。お待ちを、ドルシネア様。
。